お疲れ様です。クオールワークスです。最近のおじさんの動画をご覧になってくださってる皆さんは、お気づきの方も多いと思うんですけれども、今日は僕の周りでもね、売れてる売れてるって言いながらしてる人があまり見たことがなくて、で職人さんとかにはね、特におすすめしたいというアップルウォッチ、ウルトラです。おじさん、2019年だっけかな、アップルウォッチ2が出た時に初めて購入をして、その後アップルウォッチ4で4世代飛び越えて、これだっていうね、アップルウォッチのウルトラが出ましたんで、今日はこれね、やっぱ仕事で現場に出る人ほど使ってほしいなと思うので、その辺のお話ししたいと思います。サイズは今までのアップルウォッチの中で最大ですね。49ミリチタニウムケース。これチタンのケースです。大きさは49、44、厚みが 14.4 ミリ。この厚みをどう見るかですよね。僕は好きなんですけど、で重さも 61.3 グラムあります。結構ずっしりくる重さ。これが好きなんだよね。で、画面もいろいろなタイプがね、用意されてて、こういう形で自分のお好みに変えられます。ミッキーちゃん、おじさんの場合は今回新しく加わったこの文字盤ですね、周りにいろいろ好きなものをこう配置できます。やっぱりごついだけあって、ざっと機能を言っちゃうとね、100メートル耐水で水深40メートルまでのレクリエーションダイビングに対応、米国国防総省の調達基準を満たしていると。これもね、そういうのもそそられちゃうよね。そして IP6X 等級の防塵。もう水にも強いし、ホコリ、そういったものにも強いよねっていう、今までで最強のアップルウォッチです。何より嬉しいのは、バッテリーの持ちがね、格段に増えたってことです。常時点灯させるね、仕様になってるんですけれども、その仕様で36時間、まあ丸1日、今1日半ぐらい持っちゃうっていうことですかね。省電力モードっていうのがあるんですけども、そのモードにしておけば60時間持ちます。充電の心配は、ほんと、いらなくなりましたね。温度もマイナス20度から55度まで対応してます。右側のね、アップルウォッチが前使ってたアップルウォッチ4なんですけど、やっぱり大きさ違うね。やっぱ厚み。まあでも厚みそんなにごっつくなったって感じじゃないんだよな。ただね、ベルトがやっぱりね、いいです。こっちだとね、どうしてもマグネットのものを使ってたんで、穴を掘ったりとかね、ディガーシャベルとかで、そういう時にね、いちいちこうずれるんですよ、これが。ずっずっ。ずっと。今回おじさんが選んだのはね、アルパインループ。オレンジ色の。これだとね、フックで、この状態から、まあ、任意の場所で、穴にこういう風に差し込んで、グッと止めるので、まずずれないです。まあ、現場で使ってるから、ちょっともう汚れが出ちゃってるけど、で、もし変えたい場合は工具もいらないので、ここのボタンを押すことによって、ずっとずれます、これが。ずれて、これですぐ外れちゃう。だから好きなバンドを2、3個持ってれば、いろいろね、気分で変えるということも可能です。戻すときもこのまま、これでも止まっちゃいました。で、機能面なんですけれども、もうアップルウォッチね、使ってる人に当たり前の機能なんですけど、これね、電話が受けられます。セルラーモデルなんで、わかるかな？ iPhone も載ってるんですけど、じゃあ iPhone がないという時にこっちで対応ができます。もしもーし。もしもーし。クオレちゃんですか？はい、そうです。という感じで、現場でポケットに iPhone を入れてるとか、なかなかこう手がね、汚い状態で出れないっていう時も、ここでこう指先じゃなくてもね、こういうところでタップすれば電話が取れると。これ結構ね、使えますね。現場でこうモルタルとか土いじってる時に電話が来てね、それまではこう、あーっ
って言って、まあ、電話を飛ばしちゃったりとか、出ないでね折り返したりしてることがあったんですけど、一人の時はもうこれでもしもしってやってます。電話を受けることできるんですけれども、もちろんね発信もできます。ちょっとねクオレちゃんに電話してみましょう。はい、もしもし。もしもし、クオレちゃんですか？え、違います。作業中に意外に、便利でよく使う機能がこちらです。おじさんは現場で使う機能をね、この画面上にショートカットをつけてるんですけれども、一番使うのはやっぱこれかな、電卓です。前もついてたんですけど、やっぱりねあの画面が小さかったんでちょっと使いにくかったのね。ここでねちょっと桁の大きい割り算とかできちゃうので、これねすごく便利です。次にねよく使うのはこのボイスメモ。これでねあのちょっとした寸法、これをね声で入れとくんですよ。852685。これでねスライド丸のこのところに行って、あれって852だったかな、825だったかなっていう、こういう間違いがねなくなりました。これも便利ですね。カメラ、おじさんインスタもやってるんでね、あとまあ YouTube とかでも今ショート動画ができるようになったので、これを使うとね今何も映ってないじゃないですか。これを使うとね iPhone でどこにレンズが向いているのか、そういったものがね映るようになります。もちろんビデオもちゃんとね横になるよね、縦動画。まあ10月になってねだいぶ日が短くなってきましたけど、これね横の今回からついたアクションボタンっていうのを、これいろいろ機能をね振り分けられるんですけども、僕はこういったものをつけてます。フラッシュライト、これね意外に明るいので、車の中でちょっと夜ね探し物をするとか、倉庫の中で明日の準備をしましょうなんていう時に、品番とかねそういうのをこう照らす時に、これも強い味方、老眼の。でねこれよく使うんですよね、おじさんの物忘れ問題。よくあの手元にあった iPhone がね、あれどこに置いたんだろうって、今まで使ってたのにっていう時あるじゃないですか。で一緒にね人がいればちょっと鳴らしてくれるっていうのはあるんですけど、一人だとねそうもいかないので、そういう時にね Apple Watch、 これをね下からスマホのマークがあるの分かりますか？これねタップすると、ん、近くにありますね。これ便利で、今ざっとね現場でどんな風に使ってるか、どんな便利な機能があるかっていうのをご紹介したんですけど、現場以外で、やっぱり職人さんはコンビニ行くじゃないですか。でコンビニはもうね各社キャッシュレス決済に対応してるんで、でもちろん Apple Watch Ultra もカードを入れて、やっぱりねキャッシュレスの決済がすごく普及してきたんで、携帯でPayPay とかね使ってる人よく見るんですけど、これも、Apple Pay に対応してるんで、携帯でできる決済が全部 Apple Watch でできます。横のボタンをダブルクリックするとカードが出てきますんで、これを端末に当てれば、この場合僕の場合はクイックペイなんですけど、クイックペイと ID か、それがね使えます。あと便利なねガソリンスタンド、ガソリンスタンドでもよく使うよね。まあ、食事に行っても今クイックペイが使えるところが多いから ID とかね。ちなみに使ってる人よく見る PayPay もアプリをこっちに入れられます。ここで PayPay とできます。でおじさんね、もう現金をね使わなくなってから本当にもう何年だ、もう 3、4年、もうほとんど現金を、もうおじさんのこれ財布なんですけど、現金はねちょっと緊急用に、少しここに挟んでるんですけど、あとはちょっとね、これはカードケースなんですけど、こんなのを使ってるんですよ。500円玉。
これあると便利ね。これで2000円なんで、まあ、駐車場は結構高かったなって言っても、これでこう1500円とかね、2000円はこれで出せるんで、現金ね持たなくても、まあ、予備で持ってれば今の世の中ね、もうほとんど困んないのよね。あ、もちろんあの交通系のも入りますよ。パスモだっけ、なんだっけ、そんな感じのそういうのも入りますんで、例えばちょっと買い物行きました、あ、やばい、携帯、スマホを車に忘れてきたって言っても、電話は受けられるでしょ、まず。あとね、これね、メッセージとかメールもこれで、めちゃめちゃちっちゃいキーボードだけど、出るんですよ。だから緊急の短い文章とかだったら、これで対応できますから。前々からアップルウォッチはずっとつけてたんですけど、このウルトラにしてからね、つけてたいになった。つける、まあつけようじゃなくて、なんか充電するのはもったいないぐらいずっとつけてたい感じ。最初にねお話したんですけど、ごついんですよ。もっとこうスマートな薄い軽い、そういうのを好きな人はね絶対ダメだと思うんですけど、ごついのがいいじゃないっていう、重さがいいじゃないっていう人にとってはね、本当にウルトラおすすめで、ずっとつけてたいつながりになるんですけど、これ自分の健康状態とかいろんな状況をね常に計測してくれてるんで、この裏のセンサーを使って肌温度センサー、睡眠の記録、心電図、心拍数の異常の通知とか、血中濃度センサーってもありますね。で、おじさん最近、これバッテリーの持ちがすごく良くなったので、仕事から帰ってきたらね、すぐに充電をしちゃって、寝る時につけてます。そうするとどういうデータが見れるかというと、こちらでもね、Apple Watch の方でもね、いろいろ見れるんですけど、iPhone で詳細なデータがね、見れるようになります。iPhone のヘルスケア。その中で、ブラウズっていうのをすると、ここにね、睡眠っていうのが出てくるんですよ。これね、今朝ちょっとね、首が痛くて起きちゃったんだけど、その時間やっぱりちゃんと覚醒になってるよね。まだ3日目かな?こんな感じ。いろんなデータが出てきます。レム睡眠、コア睡眠、深い。深いってこれしかないの、おじさん。ただやっぱりね、この値段がネックになるっていうのがね、あると思います。Apple Watch Ultra。124,800円。これはね、奥様とかいらっしゃる方、ご結婚されてる方とかは、こうなっちゃうよね。どうやって交渉しようか。僕の知ってる職人さんとかだと、モニターで当たったとかっていう人いるんですけど、124,800円。あと一つ。この値段、やっぱりご主人とかね、付き合ってる男性が現場に出てお仕事する、車を乗ってどっか遠くに行くっていうと、奥さんや恋人心配じゃないですかね。で、このアップルウォッチウルトラにはそういった、いろいろね心配事、今回からね衝突、例えば車でドンとぶつかったとか、そういう衝撃を受けた時に自動的に、まずここに衝撃を受けましたって表示が出ます。それに何もタッチをしないと、緊急連絡先、設定しておいた緊急連絡先に発信するんですね。衝撃を感じましたと。あなたの大切な人がご主人であるとか、恋人であるとか、衝撃を受けたようです。で、その後、反応がありませんというような、発信がされるので、で、それがね、GPS の位置情報と一緒に発信されるんですよ。本当の緊急時には、そういったものをもとにね、その後的確な動きができるかなと思います。これ、推しポイント。前のね、Apple Watch 4にもついてたんですけれども、転倒とか強い衝撃、車とかではなくて、例えばこう転んじゃいましたとか、そういった衝撃を受けた時に通知が来るんですよ。強い衝撃を受けました。大丈夫ですかみたいな感じで。で、大丈夫です。転倒していません。みたいなのをタップするとね、消えるんですけど、タップしないままでにしとくと、さっきと同じように、
緊急連絡先に通報が行くようになります。まあ、そっちはね結構誤作動もあるんですよ。なんかどっかにガンとぶつけちゃったとか、こう土をね、最初お話しましたけど土をガッと掘ってる時、そういう時に動いちゃうこともあるんですけどね。誤作動つってもそんな頻発するわけではないので、たまにあこれは誤作動するよなっていう時に動いたレベルなんで、まあ本当にそれが機能してるかどうかっていうのを確認する意味でもね、良かったなと思います。でそれもついてます。であとね、このさっきのライトに設定してたアクションボタンなんですけど、これね設定すると長押しをすることによってサイレンが鳴るんですよ。ちょっとやってみるね。鳴らすよ。このサイレンね、そんなうるさいっていうあれじゃないんですけど、86デシベルで180メートルぐらい先まで届くらしいんですよね。だから現場でどっかに挟まって取れなくなっちゃったとか、あんまないと思うんだけど、まあこれ遭難した時はだと思うんですけどね、こんな機能もついてます。現場でね、使うとなると、こうぶつけるとか、汚れ、まあ汚れるはね、しょうがないと思うんですけど、これだけの機能を側がね、ちょっとやわだと心配なんですけど、まずこれ、チタンのケースということと、ガラスはまあもともと強いガラスをね使ってるんですけれども、今回ね初めて、これわかんないんだよね、つけててもね、このガラスフィルム、これだけはつけました今回。これ Apple Watch 4なんですけど、何年 ?3、4年使ってたけど、ノーガードでこんな感じです。結構ぶつけたりしてたんだけど、大丈夫だよね。まあ、表面的なこう、ちょっと劣化はあるけど、今回は、まあ、ちょっとね、値段のこともあるので、わかりにくい。どうだろう、わかる？一応ね、ガラスのフィルム、これはつけてます。反応も全然悪くなるとかそういうことはないし。ほんともう手放せなくなってる状態なので、もうこれでおじさんです。これでおじさん。これないとおじさんじゃないです。そのぐらいね、自分の体の一部。だから職人さんがやっぱりこう工具をね、揃えるとか、装備をね、整えるのと同じ並びなんですよ。時計というよりも工具の一つ。もうそのぐらいの位置づけになってるんで、職人としての日常。朝コンビニに寄って、現場に行って、これね、YouTube も見れるようになったのね、アプリがあって。すごいよ。もう進化が。というわけで、おじさんがね、職人さんにこそ使ってほしい Apple Watch。まあ、これウルトラですけど、ウルトラおすすめ。ウルトラいいよ。ウルトラいいよ。まあ、実際に、ものがね、見れるのは今、電気屋さんとかでも Apple 置いてるとこ多いし、まあ、他にもね、スマートウォッチ今いろいろ出してるんで、まあ、Google さんでも出してるよね。ただ、結構ね、他のスマートウォッチって、なんだ、ワークアウト。結構体を動かすとか、そういう系に特化してる。まあ、電池と持ちはいいですよ、とか、3日でも4日でも持ちますよっていうのはあるけど、いらないのよ。動いてるから、現場で。ね。だから、どっちかっていうと、そこで何が起きてるか、そこで何を使うかっていう方が、おじさんの場合はね、おじさんの場合とか職人さんみんなそうだと思うんだけどな。機能面でもどんどん増えてるので、マジでおすすめです。はい。この動画を見てちょっとでもね、Apple Watch が欲しくなっちゃった方は、これから奥様対策を考えてください。いってらっしゃい。やあ！